俺こんなこと書いてねえし言ってねえし。毎週月曜日に生配信されております百田直樹チャンネル、あの人気小説家百田直樹さんの生番組です。ここで緊急発表があるとの情報がネット界隈を駆け巡りました。夕方にはですね、放送法遵守を求める視聴者の会、通称視聴者の会から会員向けのメルマガで、視聴者の会に文春法炸裂かみたいな記述があったものですから、なんだ何が起きたのかと大注目。放送が始まると常念司さん、百田直樹さん、そして有本香里さん、3人が並んで文春法、ゲスな想像をしていたらさにあらず。現在視聴者の会は一般社団法人になっておりますが、その以前の任意団体だった時代、会を立ち上げた小川栄太郎さんや、その支援者だった作曲家の杉山浩一さん、 あのドラゴンクエストのテーマを作曲された先生です。この両者の間で金銭トラブルがあったのではないかという取材だったそうです。そして番組の中でこれはあったと認めています。ただしこれは旧視聴者の会での出来事で、新しい組織になってこれは引き継いでいないと、ある種の清算が行われていると説明をしていました。その上で金銭トラブルは小川栄太郎さんと杉山浩一先生との間の話。この時点では週刊文春がどんな記事の仕立てにしてくるかがわからないわけです。だから週刊文春が発売されてからですね、反論をしていくという方法もありました。ただ一度センセーショナルにドーンと出てしまうと、一つ一つ説明をしたとしてもドーンと打ち出された見出しの方が勝ってしまう。実際ネット界隈を見ていても、記事を読まずに見出しだけで悪口を言う人間って吐いて捨てるほどいて、一度これが拡散してしまうとそれを訂正するのはかなりの労力がかかってしまうので、先にですね、現時点で分かっていることをオープンにして、あとは文春さんどうぞご自由にお書きくださいという狙いの放送でした。これは SNS の時代であって、インターネットであって、こうしたこうネット動画のおかげで伝えることができる。最新号のですね、マグマグの方で出している私のメルマガの最新号でもこれは書いたんですが、今まではテレビ、新聞、もちろん雑誌も含めたマスメディアが情報を占有していたわけですね。取材はもちろんなんですが、それをこう発信する手段を持っていたのはマスコミだけ。これがインターネットの時代になって、 SNS が普及して通信回線が強化されて、こうした動画も気楽に流せるようになった。例えば文春が小川栄太郎さんと杉山浩一先生とのこのトラブルを拡大解釈して、今の視聴者の会にも問題ありだみたいな角度をつけた記事を書いたとしても、あらかじめ百田直樹チャンネルないしは視聴者の会のメールマガジンを取っているネット民はまた文春が飛ばしたのねというふうにこう冷静に受け止めることができる。それによってダメージを最小化できますし、場合によってはノーダメージにすることもできる。まさにこれはネット時代だから実現できたこと。同じく週刊誌ネタで言いますと、10月3日発売の週刊新潮では、自民党の今井絵理子参院議員がですね、一線を越えた、越えないとかっていう例の橋健元市議、この方とね、今交際してるらしいんですよ。で、これについて新潮は略奪婚とか、そういった方向で記事をまとめたのですが、今井さん側は夫婦関係が破綻している状態で私たちは出会った、よって略奪婚ではない。さらに記事の中で誕生日パーティーとかがあったとかね、予定されてたとか言うんですが、そんなものもない。これはね、実際のところよくわからないんですが、かように週刊誌が書き、テレビが報じれば、もうそれだけが事実のように流通していた。ここにですね、ブログなりツイッターなりで反論する手段を私たちは今得ています。そして今井絵理子さんの記事の真偽については正直わかりませんが、ブログなりネット動画なりで適切に反論、主張をしたことが事実であれば、その事実をねじ曲げて角度をつけて報じたテレビ、また週刊誌、新聞というのはより信用をなくしていく。これを四字熟語で言うと自業自得、自業自得、ダーン。
ある意味マスコミという専制君主が情報を独占していた時代。この時代はマスコミが何をしようが我々には逆らう力がなかった。今その力は我らの手にあるので、マスコミは日々信用をなくしていっている。ただしですね、ネットの情報も正しいかというとそんなことはない。それを体感したのがこの週刊ポスト、舛添洋一50人がなんちゃらかんちゃらかんちゃら、平成22年あの東日本大震災の前の年、ちょうど1年ぐらい前に出た週刊ポストです。この記事にお呼ばれしました。何かといえば、当時ツイッターをやれば儲かるみたいな、もうね、 IT 業界って何か新しいのが流行るともうこれをやると儲かりますよみたいな、 Facebook で売り上げ5倍、今ならインスタグラムでなんちゃらとか、 TikTok でとか、もうね、必ずこういう乱痴気騒ぎが起こるんですね。この乱痴気騒ぎに当時連載していたウェブ担当者フォーラムの中で、そんな簡単なものじゃないよという記事を書いた。これを見たポストの編集者が連絡くれて、取材を受けてこういう記事になった。これまとめてくれた方がですね、去る小説家の方です。ただここにお名前ないんでちょっと出せないかなと思うんですけど、いずれにしろ4人が登場して、それぞれの立場からツイッターについて物申すという企画。その4人とは、中川純一郎さん、宮脇敦ちゃん、岸博之さん、そして河野武さん。事件というか騒動は、この週刊ポストが毎週月曜日発売なんですが、その早釣りだと思うんですが、日曜日にですね、先ほどの河野武さんが自らのブログで、俺こんなこと書いてねえし言ってねえしみたいなことを言って、ネットは炎上、大騒ぎになりました。やっぱりマスコミは嘘つくんだよねみたいなベクトル。で、河野武さんがおっしゃってないならそれはそれで構わないんですけれど、その否定する文脈の中で私の述べたことをトンチンカーンとか言いやがって、新月の晩覚えてろこの野郎なんつってね、育ちの悪いね宮脇敦ちゃんを思ったりしたわけなんですが、まあ、誰かを否定することでね、記事全体を嘘だとか言いたいんでしょうけれど、その反論こそがトンチンコン。こうした記事の場合、必ずゲラといって、自分の述べてるところっていうのは確認原稿が来るんですよ。私のところにも来ました。そして何箇所かニュアンスの違うところは直してもらいました。で、河野武さんのところにも行ってるはずなんですよ。で、その上で言ってることが違うとかっていうんであれば、確認しなかったてめえが悪いんだろって話。記事を担当した編集者に、それこれ抗議した方がいいですよって言ったら、こういうことってですね、実はすごく多くって、もし記事にご不満があって裁判だなんだということになるのであれば、こちらは取材テープもゲラも全て持っております。つまりやるならやってやるぞと、ということでした。つまりマスコミは情報を切り取ったり盛ったり角度をつけたりいろんなことしますけれど、マスコミが間違ってないこともあるんですよ。まあ当たり前なんですけれど、一方でSNS を使ったりブログを使って、こんなこと言ってないもんねって言ったって、それが嘘あるいは誤解または言い訳の可能性がある。ちなみにこの河野武さん、私をトーンチーンカーンと罵ったブログ、現在削除しております。ご視聴いただきありがとうございます。またの機会もお付き合いいただければ幸いです。今回もワンコのコーナーでお別れです。安倍晋三完全勝利席というものが、赤が勝ち、ヤクザが撃って赤が入る。あの病気だってあなたに会えたから。